はい、皆さんこんにちはでございます。今日はフォートナイトやっていこうかなと思います。で、フォートナイト動画めちゃめちゃ撮りたかったんですが、いかんせんソロビクも撮れないぐらいのプレイスタイル、プレイスキルだし、でかといって友達もいないので、なんかわちゃわちゃして面白クリップみたいなのも作れなくて、もうどうしようと思ってたんですけど、なら俺が下手なのをごまかせばいいわと思いまして、もう言ってる意味がわかんないと思うんですけど、なんか大会っぽく実況とか、なんかパリピな音楽つけとけば、なんか上手い人っぽく見えるんじゃねえかなということで、今回は動画を一本撮ったんで、それをぜひ皆さんにね見てもらおうかなと思います。ザ茶番でございますのでご了承ください。それではどうぞ。全国のフォートナイトファンの皆様こんにちは。さあ始まってまいりました、フォートナイト動く的カップ、実況の玉あた乱造です。全国の猛者プレイヤーが集う大会、今回も凄腕やプレイヤーが集まっております。今回注目していきたい選手はウリ選手です。PS4 版フォートナイトがリリースされた当初からプレイしているそうなのですが、まだ1回もソロビクトリーを取ったことないというプレイヤー、数少ないファンにも足でプレイをするのはそろそろやめてください、いや早く目隠しプレイをやめてくださいなど煽られていますが、全く気にしておりません。彼のモチベーションは一体どこから来るのでしょうか。今日彼にインタビューをしたところ、今までの仮の私だ、今日真の私を見て震えるがいいとおっしゃっていました。こじらせてますね。彼のプレイに期待しましょう。さあ残り75人、まずは武器や資材調達といったところでしょうか。おっと罠の飛ばしたウリ選手、場所がわからない、気づいてはいるみたいですが場所が分かっていません。とりあえず逃げていますね、ウリ選手逃げている、逃げている、とりあえず敵と当たりたくない様子。ウリさんのプレイスタイル、これはですね漁夫スタイルといって、2人が争ってる間を取りに行くという、なんともクズなプレイだからうまくならないんではないでしょうか。さあ逃げていく、逃げていく、なるべく戦闘は好みたくないという、おーっとそこでサブマシンを拾ってサブマシンが落とすというわけわからないプレイ、さすがウリ選手、だからドン勝ちができないんではないでしょうか。さてウリ選手どうする、おーっと取り直した、恥ずかしいぞこれは、恥ずかしい、おーっとグレポンの音がする、どうする、攻めていくらしくないプレイだ。さあ漁夫を取っていきたいところだが、敵の位置がまだわからない、上から覗こうとしているウリ選手、しかし穴が開いているので警戒している様子ですね。さあどうする、おーっと上に登っていく、しかし落ちた、どういうことだ、どうしたらそういう建築ができる、そして相手はいつの間にか上に登っている、この感じを見ると猛者のようだが、どうするウリ選手。さあぐるぐる回っていますが、おっと撃たれた、ここでおしまいか、ウリ選手、おっと逃げていった、部屋の中に立てこもる、さすがゴキブリ並みの生命力。さてどうしていく、一旦呼吸を整える様子、回復して、回復していってますね。さあ攻めていかれる、どうする、後がないぞ。さあ建築で上に登るが、しかし上からは音がする、さあ登っていった、登っていった、おーっと後ろ向いてる、チャンスだウリ選手、狙っていくクソイムだが、ナイスキル、いや後ろを向いていて、でかろうじて当たりません、ラッキーパンチといったところでしょうね。ウリ選手も自分にびっくりしているんではないでしょうかね。ここは警戒して、煽ってますねこれ、煽ってますねウリ選手、そんな余裕がどこにある、回復しております。さあこっから残れるのでしょうか、期待しておきましょう。さて残りプレイヤー27人、ウリ選手なかなかの出だしではないでしょうか。ここで低重力ドームに入りました。情報によるとこのドームはウリ選手が最も得意とする場所だそうです。期待しておきましょう。ジャンプをしながら辺りを見渡すが敵がいない様子、建築して、おっと敵が後ろから撃ってきた、らしくない建築で対応、しかし敵の位置が分かっていない、さすがのウリ選手、どうする、おっと敵が上から煽っております。ウリ選手そこはすかさず見る、そしてらこれは何でしょう、スナイパーですかね、狙っていきました、ハンティングライフルです、クソエイムですね、2発目いきます、おっと外す、なぜ持ってきたこのライフルを、
近距離戦の方がいいんではないでしょうか。さて3発目どうだ。当たった。もう一発当てれば勝ちだが、おーっと当てた。ウリ選手らしくない、らしくない。スーパーキル、ナイスです。ウリ選手、おーっと上の武器を取っていく様子だが、何をしているんだウリ選手。ウリ選手何がしたいんだ。整えて建築をしていく。おっと難しい建築で登っていく様子。見せプレイといった。お、自分を挟んでしまった。今のかっこいいキルが全部台無しで、ようやく登れると思ったが、しかし落ちた。アホなのかこの選手は。さてどうする。恥ずかしくなったウリ選手、普通に登っていく。さっきのキルがまるで嘘のような初心者プレイ。これでプレイステーション4が出た時からやっているというウリ選手、本当なのであろうかと疑いを持ってしまいます。さてここでウリ選手武器を整えていくが、ロケットランチャーを手にした。これで苦手な建築勝負も問答無用に爆破する。ぜひロケットランチャーを使って生き延びてほしいところですね。終盤戦どういった立ち回りを見せてくれるのであろうかウリ選手。おっと敵が物資を漁っているが、ウリ選手狙わない。自分のクソイムが分かっている様子ですね。落ち着いて狙っていく様子です。さて敵を見失っておりますが、おっといました。ゆっくり狙っていく様子。しゃがんで撃つが全部当たらない。さすが安定したイムですね。そしてここでロケランもぶっ壊するが、どこを狙っているんでしょうか。敵を一旦見失っております。おっと銃撃戦始まった。ナイスキル、ウリ選手珍しいキルですね。しかしストームが来ております。ウリ選手テンパってしまって武器を見れてない。本当にウリ選手初心者じゃないかと疑いが出ておりますが、本人は気にせずストーム内に入っていく様子。左下の方に敵が来ているが大丈夫かウリ選手。さて走る走るウリ選手、とりあえずストーム内に入ったら回復をしたいところだが、回復をする様子。建築をし始めた。おっとこれはチャグチャグですね。彼自身が歌っているショットガンが当たらないという歌詞にも出ているのですが、チャグチャグは最後まで取っておくというのが彼のプレイスタイルです。残り11人、もう彼には勝ち筋が見えているのではないでしょうか。残り11人、ここからモサプレイヤーだらけだが大丈夫かウリ選手。おっと建築バトルが始まっている。ウリ選手が最も得意とする漁夫スタイル、さてうまく漁夫れることはできるのであろうか。安定のエイムです。さてウリ選手様子を伺っている。ロケットランチャーで壊したいところだが、右からもロケットランチャーが来ているので警戒しておりますねウリ選手。さて挙動不審だがどうする。おっと右からプレイヤーが登っていく。そこをすかさずウリ選手でロケットランチャーで狙っていくが、しかしロケランすらまともに当てれない。はるか体の方に弾が飛んでいった。そして下でやり合っている。おっとチャンスか、打っていくウリ選手。しかし当たらない。相手はうまそうだがどうする。ウリ選手らしくない建築で勝負するか、全然当たらない。さてウリ選手どうした、テンパっている様子。建築を全く忘れている様子。考えなしにロケランをぶっ破していく。さてウリ選手建築をした方がいいと思うのだが、考えなしにくるくる回っている。そこでロケランが敵から来て、どうするウリ選手。どうやらプレイヤーは死んだ様子ですね、他の人にやられて。しかしウリ選手全く気づいていない。音を聞いていないのかウリ選手、大丈夫であろうか。そして上から狙ってくるんではないでしょうか。あそこにプレイヤーがいます。さてロケランを撃ってきた。ウリ選手気づいた、さすがに気づいたか。ウリ選手ロケランをぶっ破していく。そして登っていくウリ選手。ついにこう戦うのか。あーしかし下手くそである。周りからも撃たれている。ウリ選手どうする。とりあえず様子見でロケットランチを構えている。しかしプレイヤーもう下に降りている。ウリ選手気づいていない様子、近くにいると思ってますね。音を聞いてほしい。さてもうどうしていいかわからない様子なので、とりあえずジャンプしながら
様子を伺っているウリ選手、子供のようですね。可愛らしいです。そしてとりあえず下に降りていきましたね。そう、しかしそこには敵がいる。ウリさん気づくかどうか。おっと、気づいたようです。とりあえず屋根を作ってますね。さてこれが意味があったのかどうか。おっと、打ち合いになっている。しかし全然当たらない。しかも相手は建築消防を持っていこうとしている。ウリ選手考えなしで打とうとしている。打った、しかしそれがクリーンヒット。ウリ選手ロケットランチャー味を占めていますね。そして金のロケットランチャーに変えました。ウリ選手これで怖いものなしか。さて残り6人、ビクトリーが見えてきたか。ウリ選手に緊張が走る。おっとグレポンが飛んできた。一発食らったが大丈夫か。ウリ選手おっと攻めていく、考えなしに攻めていった。そして相手は建築する。ウリ選手建築を全くしない。フォートナイトということを忘れているのか。さてウリ選手とりあえずテンパっている様子、くるくる回っております。建築をするといったこと頭に入っていないんでしょうね。ウリ選手さてここからどうする。相手は建築がうまそうだが、さてここで建築を初めてやった。おっと上を取っている、チャンスだぞウリ選手。さてここでグリップを持った。おっとどうやらこの下にいると思った様子。打っていく。おっと敵がいた、しかも敵は場所が分かっていない。チャンスだウリ選手。狙った、ウリ選手なかなかの頭脳プレイ、珍しいウリ選手。ここに来て初めてらしい勝利といったところでしょうか。さて武器を整えていく。さて武器を整えたところでしょうか。グレネードをセットしていく、いつ敵が来てもいいようにといったところでしょうか。そして敵が目の前に来ているのだが、ウリ選手気づいているんでしょうか。上から見ております様子を。おっと足音が聞こえて、ウリ選手やっと気づいた様子。そして考えなしのグレネードランチャー。おっと敵がいた、ここは撃ちたいところだが反応に遅れた様子ウリ選手。そして敵が下にいるのを確認して降りた降りた。そして撃ち合いが始まった。ナイスキルです。ウリ選手クソエイムながらも頑張った様子。残り3人いけるんではないでしょうか。とりあえず回復をしたいというところなんですが、敵がまた登ってきている。しかも相手は猛者っぽい。どうするウリ選手。さあもう強い人を見ると建築を忘れるといったところでしょうか。くる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 回っております。そしてどうする。階段を登っていく様子だが、あ敵がひょっこり走ってきた。あーここでウリ選手リタイアです。残り2人といったところで、ウリ選手惜しくもここで離脱リタイアでございます。ここで試合を終えたウリ選手に来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。惜しくも3位という結果でしたが、どうでしたでしょうか。本当に多くのファンに見てもらってこの大きな大会に挑んだんですけども、自分の不甲斐なさというか、なんというか、本当に優勝を目指して頑張ってきたんですけど、うまくそれが発揮できなかったというか、まだまだ練習が足りなかった。ウリ選手ありがとうございました。以上で動くマートカップを終了します。
次回また会いましょう。実況は玉畑乱造でした。